そう、見てください、この海の綺麗さ。暗いけど、暗いけど、綺麗。ブラックビューティフォー。絶対さ、あの海の波イメージして、あーエジソン、エジソン。はい、見てください、この青色のブルーの綺麗な、これ流れ星見たい、サラちゃんの、ね、青い流れ星、ほらこの綺麗さ、アリサよりも綺麗ほら、もうね、完璧で賑わっております。で、この綺麗なイルミネーションの先には、見てください、わかった、あれは北九州の若松のカッパがいます。カッパの顔がカッパみたいで、お腹のところがハートで可愛い、キュート、ラブイ。下はカッパで、上がトマト、トマトみたいなカッパみたいなお皿がある。あの上にお寿司乗せて、はい、食べてもらいます。はい、ということで次はこのブルーの綺麗な木です。これは全体がブルーだから優しさに包まれてる感じです。で、上はブルーで下はオレンジと、オレンジとオレンジとブルーがあって、とっても綺麗。かわいい、なんか海で船の光みたいな。あー、確かにそれいいですね、とっても綺麗じゃあ次も紹介します。あ、見て見て見て、ほら向こうはさ、白のクリーム色ですかね、ですか。そしてこちら見てください、クリスマスツリーとか、クリスマスツリーをイメージされているね。これ竹だね、ほんとだ、竹、クリスマスツリーじゃなくて竹ツリー、竹ツリーって、いや、中は木だ、中は木です。これは全体的にゴールドでレア感がある、幸運のツリー、確かに。で、ちょっと下らへんは、これを見たら1年に1回は幸運が訪れる。そう、そう、そう、なんかあれ、パワームーンみたいな、こっちに座りたい、とっても綺麗、幸運の